どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。関数 fx イコール 2x 2乗プラス 3x かける e のマイナス x 乗の最大値と最小値があれば求めてください。ただしリミット x 矢印無限大 x e のマイナス x 乗とリミット x 矢印無限大 x 2乗 e のマイナス x 乗が0になることを使っても良いものとする。一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、ですか。そしたら一緒に確認しよう。まずは増減表を書こう。fx を微分すると f'x は左微分右そのまま足す左そのまま右微分、こうなる。 e のマイナス x 乗の微分に関しては e のなんとか乗は微分しても変わらない。これが基本。ただしマイナス x を微分したマイナス1、この中微分を絶対に書き忘れないようにしよう。この式は最終的にマイナス e のマイナス x 乗かける 2x マイナス3かける x プラス1になる。そしたら f'x イコール0の時の x の値を求めよう。これはこの式が0になればいいから 2x マイナス3イコール0と x プラス1イコール0を解けば x イコールマイナス1または2分の3になる。ということで増減表はこうなる。 f'x の符号に関しては増減表の点点点の部分に該当する具体的な数字を f'x の式に代入して確かめよう。今回 e のマイナス x 乗は絶対に正になるから f'x の符号を判定するときはマイナス 2x マイナス 3×x プラス1の部分にだけ注目して判定しよう。ということで増減表より x イコールマイナス1のとき極小値マイナス e、 x イコール2分の3のとき極大値 9×e のマイナス2分の3乗になる。さて今回聞かれているのは最大値と最小値。 fx の x を無限マイナス無限に飛ばすことによって fx のグラフの右側と左側がどうなっているのかを調べよう。まず fx の x を無限に飛ばそう。式を展開すると 2× リミット x 矢印無限大 x 2乗 e のマイナス x 乗プラス 3× リミット x 矢印無限大 x e のマイナス x 乗になる。今回リミット x 矢印無限大 x 2乗 e のマイナス x 乗とリミット x 矢印無限大 x e のマイナス x 乗は0になることを使っていいから fx の x を無限に飛ばすと0になる。次に fx の x をマイナス無限に飛ばそう。ここで t イコールマイナス x とすれば式はリミット t 矢印無限大 2t 2乗マイナス 3t× e の t 乗になる。括弧の中から t 2乗をくくり出して t を無限に飛ばせば無限になる。つまり fx の x をマイナス無限に飛ばすと無限になる。ということでグラフはこんな感じになる。だから今回最大値はなし、最小値は極小値と一致して x イコールマイナス1の時マイナス e になる。極値だけでは最大値最小値を判断することはできないから fx のグラフの右側と左側がどうなっているのかを極限を計算することで調べよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。